電動ゼロデュエル。それは電動カードの制約がないルールの中で行う熾烈な戦いである。今回は通常のデュエルマスターズの枠に収まらない知識と実力を持つ最強の10名を招待させてもらった。アンリミテッドなカードストレージの中からデッキの無限の可能性を引き出し、勝ち上がるのは誰だ。最強で最強な最高峰の戦いをお見せしよう。それが電動ゼロ決定戦。はい、というわけで始まりました電動ゼロ決定戦ということで、第2回戦第1試合目はジャキー VS フェアリーという組み合わせになりました。実況は私ネットマンと解説に、はい、スパイランスとアチです。はい、この3人でお送りしていきます。ということでね、もう毎日毎日激戦が繰り広げられている電動ゼロ決定戦なんですけども、ここでジャッキー選手が登場ということで、まあ、アチさんはね、ジャッキーさんと結構常日頃から対戦したり、まあ、今回もこれに向けて挑戦してたり。そうですね、結構回しましたね。なるほど、どんな感じになるのか、まずはね、この戦いに臨むジャッキーさんからお話を伺いたいと思います。ジャッキーさん、はい、はい、ちょっと意気込み等を聞かせていただければと思います。さすがに勝ちたいですね。さすがに勝ちたい、負けられない。結構シードでの登場になりましたけど、そうですね、どうですか自信のほどは。いや、でも対戦員さっき1ターン目でなんか勝ってましたよね。え、まあ、そうですね、あの劇的な本当に怖いんですよね。本当に怖い。なるほど、今回でもジャッキーさんの時もなんか見た目はちょっと、まあそうですね、確かに同じ構えというかね、これは相当じゃんけん等重要になってきそうな勝負ですが、はい、じゃあ対するフェアリーさん、はい、はい、ちょっと意気込み等々聞かせていただければと思います。いや、なんかもうちょっと見すぎてませんこの状況。この状況なんか1枚しか使わないですもん。まあそうですね、超次元等とか、ね、いや、まあミラーなのかなと。なるほど、思ってるので、まあもう運量っすよね、ここまで来たら。運の量で決まると、もう多分全部決まるんで、はい、まあ、1回戦の流れをこのままここでももう見せつけてやりたいなと思います。はい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 、1回戦目はね、まさかの先行ワンタンキルト。とんでもないものが見れました。いや、またちょっと気まずい動画にしようかなと。気まずい動画になるかもしれない。はい、ありがとうございます。それでは早速じゃんけんで先行後攻決めていただきたいです。お願いします。お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。よっしゃあ、ということで先行はフェアリーさん、そして今回は、ね、ジャッジには山田さんに来ていただいております。ありがとうございます。さあ、というわけで早速ゲームの方始めてまいりましょう。いくぞ、デュエマースタート。お願いします。さあ、ということで始まりました電動ゼロ決定戦第2回戦第1試合目ということで、ジャキーバーツフェアリーになりましたが、おちょっと光まなからな、ラキラス、ラキラス、マジで良すぎだろ。いやいや、全然よ。素晴らしい来ましたが、これはでも相手に気になるからホールでいいじゃダメなんですね。真ん中真ん中いった、はい、砲丸ブラスター、熱い砲丸ブラスター。さあ、山田さん、シャッフル、はい、わかりました。代わりですね。いやー、頼む、ひりつく、やばい、ひりつくわ、マジで。こっちまだ手札見てないんだもんね。見てない。オルデニットダメですよね。オルデニットは、まあ、お互い禁断吹っ飛んで相手の禁断が、ね、残っちゃうって状況になっちゃうダメで、まあ、ただギラングレールガチャレンジ12回、はい、まあ、そこがやっぱ一番強そうかなと思うんですけど、はい、っおっ、ロマノフホール、ロマノフホール効果、相手は自身のクリーチャーを1体選び破壊、その後にポストジェイカの闇の先に懐かしいカードではありますが、難しいですね。ロマノフゼータミナーも入ってないですか。入ってないのかな。どうだどうだ、オルデサンダー、いや、待ってください。どっちだ。いや、これいいよ。時空の支配者ディアモステータ。はい、時空の支配者ディアモステータ出てきて、コマンダーでフィンが外れると。なるほど、なるほど。インパクトが入ってるのかな、ゴルデサンダーだと。そうですね、多分ないない、とりあえずなくていいよ。エンゾが入ってくるから、一応なんか、すぐ本当に全部。おい、やめろって、顔つき変わったって。どうします。ギラングレールでどついても、トリガーからダーツ、あ、トリガーからデリート決められると逆に負けちゃうよねみたいな話もあって、やめてくれ、横に、横、よし、よし、時空の支配者、ディアボルスデータ、効果発動します。おっと、効果で、ターンの初めに、
3枚。さあ、リアオールズ一旦見えたカード3枚ですよね。そうですね。これ封印選べますもんね。そうですね、これ封印。懐かしいテク、懐かしいテク出ましたね。懐かしいテクだ。バトルゾーンのカードなので、まあ、封印を選ぶこともできます。歩道封印、封印とかできます。はい、そうですね、できます、できます。だから調整できるってことですよね。そうですね、封印から3枚いってもいいし、あ、ごめんなさい、あとこれ裏返ってラストストームを押せることができるので、うん、はい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 、そこからまたボルグサンダーを展開しておー、なるほど、ヤマクダをライブだけ、それにラストストームはやばい。なるほど、だから1枚だけだととどめさせないかもしれないけど、2枚入れたら大丈夫、そういうとこなんで。じゃあ返しにガえラッキーダーツなかったらもうそのままボルグがいっぱい、 ですよ、ね、え、やばい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 。さあここから、まあ、今覚醒ですね、ターン開始にバトルゾーンのカードを3枚山札に戻すことで2枚と、お、2枚、2枚と金だ、はい、まあ、別に、うん、で解放することがデメリットの方が大きそうですね。最強の覚醒者デビルディアボロスゼータ、久々に見ましたねこいつも。いや、まあ本当に最強でしたからね、はい、そしてまあ20マナ、これはロストストームコスト20ですので、ストームゲンジ出ました、ストーム懐かしい、はい、ストーム乗っていく、そうか、こいつもフレームコアなんですもんね、うん、はい、さあこのために今封印の枚数調整していたと、追加のダースがあれば。さあでもこれ実は超次元のバルは一番当たりだったってこと？一番強かった、かなり当たり、なるほど、意外なカードが実は一番、え、マナチャージ、ここでまた、まあ、打ってもね、唱えなくてもいいですからね、最悪。まあ、そうですね、結構実はフェアリーさんはこれ、まあ、黙ってれば勝ちが転がり込むような状態まで作ってしまったすごいな、こんなルートもあるんだ。返します、返した、なるほど、なるほど、さあこれラッキーだ、強気だ、これジャッキーに何かなければ。ああ、来た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 、これジャッキーだ、ジャッキーだ、これは、これは、でも、机より頭が低い、机頭が低い、机頭が低い、おお、俺はここ、いやいや、嘘、いやいや、そんな顔しないで、どっち、ダメダメなやつ、え、ただでもガードボードで分かんないのは作っているので、え、嘘、嘘だ、あー、ストーム源氏、ダブルクロス、はい、メタオバン覚醒、はい、ターンの始めに下のカードを、墓地に置いて、はい、裏返す墓地に、ちょっと正直言うと戻りますが、興奮してます。さあメテオ版覚醒でラストストームが、これはうっかりダーツ打ってデリット打たなければ勝ち、そうですね、気がします。ここでもうこれだと何もね、絶好地区でね、クリーチャーが入ってるかどうかみたいな話ではありますが、有給を滑るものが入ってるかもしれないですよ。わかんないですからね。まあ、ここでコスト10以下でしたっけ？アンタッチャブルカード好きなだけ。10以下になるもう再起クリーチャーを好きなだけ出せると。いや、これ最悪殴り切れそう。そうですね。そうですね。あ、ディアボロス、はい。スピードアタッカー自体はいないのかな？いや、ヤヌスが、深海ヤヌスが出します。ループ確定します。ヤヌス一体ループ確定します。あ、どうですね、ボルゲームアンタッチャブルカードに入るかも。ベンザ4枚とかできる、ね、あ、ごめんなさい、封印外れます。はい、でコマンドが出たので封印外れまして、れてここに SA つけます。で、はい、次ボルグサンダー1回目カードにつけると、さあちょっと首振ってる、首振ってる、ラッキーです、首振ってる、行こう、行ってみよう。いや、俺でもいけるんだよね、いける、いける、そうですね、2枚ね、甘えてるよ、3枚でボルグ、マジ2枚甘えてると、2枚甘えてる。さあこれでもそう、ベンゾ、まあ一般的にはベンゾ、にゃんこない、にゃんこ、にゃんこ砲発射だ、にゃんこ砲、大丈夫、ツインファクトクリーチャー、にゃんこないよ、すごい、にゃんこ、にゃんこが続けていく、で2回目ね、2回目、もう一回、にゃんこないよ、にゃんこないよ、にゃんこないよ、もういない、ベンゾないよ、すごい、よーっと、これベンゾに加えてにゃんこも入れてることで、でボールが無効か、一応ラストまた出せますね、ストーム源氏が、けど解放しちゃいますね、今度はこいつのループ確定をそうです、ね、しちゃうと、なんかいろいろ簡単に負けそうだから、そうですね、2枚目のラストストーンも今立てるかどうかを今、まあ、もともとワールドブレイク取ってますからね、はい、もう良さそう、うん、このまま行くしかないんじゃないかなっていう、まあ、どちらにせよこれは、まあ、今ブレイクされたシールドから、スピードアタッカーのアンタッチャブルいますよ、いますね、いますよ、ここはあれですね、ここはオールデリス、オールデリス、オールデリスがいいですね、ギラングレイルもいいんじゃないですか、ギラングレイルもブロッカー、ブロッカー、いろいろある、めちゃくちゃある、本当に当たり多い、コンコンボンタップめちゃくちゃありますね、めちゃくちゃある、めちゃくちゃあるぞ、これさあシールド5枚にかかった、映ってないからな、もうお前、さあ、おお、1枚も頑張らず見えている、イニシエのトリガーチェックです、ね、今一気です、ね、まあ、これ一気に本当に一応、ね、一応見てるだけというえ、さあ砲丸、あ、怖いって言ってました、砲丸ブラス1枚だけ、砲丸ブラス1枚、やばい、1枚だけ、1枚だけ、おお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 、これで耐えろ、おお、3枚、3枚、3枚、ロジックサークル、ロジックサークル、そこ確定するが、
ただ砲台砲丸グラス考えます。はい。はい、そうですね。けどワンドローして、わあこれは。まずは圧縮じゃないですか。圧縮。そうですね。まずは砲丸ブラスターの弾外れを減らす。ロジックサークルかな。マジである。いやラッキーだ。やばいってマジでこっから負けんの。そうですね。弱いんですかね今。あでもあれやばいですね。だから砲丸ブラスター外れそのまま減らないのか。だ高根号でこれで一応ホーブラの確率がちょっと上がりましたね。当たりが出る、はい、どうぞ。やばい吐きそう。こんな熱いんですよ。これ手に汗握る熱い戦いすごい。さあこれはあの大会の入念なシャッフルやってますね。ありがとうございます。くれて、はい、ここはえ4分だ。めちゃくちゃ薄くないですか。めちゃくちゃ薄い。これ当たり相当入ってそうですね。ウィンに置きました。はい、で高校の効果、はい、ワンドローして追い風呪文使いますで、はい、ワンドローしてホーガンブラスト。もうこれはじゃあもうあれ受けとかじゃないっす、うん、なるほど。受けとかじゃなくてもうこの2枚で勝つっていう。いやー本当だ。でもこれだってあ、まあ、返せないからどうせ、うん、はい、スパークモードを諦めて。そうだそうだ、入れば、まあ、もうこのターンに勝たなきゃいけないっす、ね、さあこの2枚のホーガンブラスト全てがかかった。なんて入念にシャッフルしてるんだ。ここはチャンスは2回。そしてオールデリートか。いいでしょ。そうですね、先ほどのオールデリート機能しないよねって話したんですけど、トリガーだからいけるんですよ。やるやるやるこれやるやるやるこれはめくりはキラングレイ。うわー耐えた。多分多分 GR ショットも12回します。多分耐えた多分耐えた。さあまずはガチャドンドンドン。やばい。雑にドン。R カイトいますね。R カイトいますね。やばいぞ。R カイトいるぞ。R カイトオーガンブラスター。さらにとりあえず耐えた。オーガンブラスター耐えた上でもう勝ちたい。楽に勝ちたい。え、どうしてこうなるの。楽にしたい。はいどうぞ。はいどうぞ。オールエリートなら勝ち。勝ちだよ。はいどうぞ。さすがに上ではこれ確定しますかね。R カイトあるぞ。そうですね。ラウンド2。ラウンド2じゃねえんだよ。ラウンド2。ラウンド2。さあさらに勝った上でさらに勝つのか。まずは勝つのか。やめろ。高根号。今回ワンドローします。まだワンドローついた。ワンドローついた。ホーガブラスト。3回目。まだ回していく。まだある。まだまだじゃない。まだまだ。何回めくるんだ。何がまだまだだ。レンボンの鍵だけではなく、ホーガンの鍵すら持っている男。さあこんなに打つことないですからね、普通の電話で。当たり前ですけど。いけ。このから電話から打ちすぎだって。さあ何回目。何回しゃがむんだ。あーまあ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 12回どうぞ。ないです。あまあ12回しましたと。処理終わり。終わりです。キャプテンの R カイトは残り飛ぶんだよ。ただ残り飛ばすんですね。水が1、2、6体いますね。これ、はい、水が6体いて、まあ、頂点フィーバー入っていますね。言いはしますね。殴れねえよ。本当だ。終わり。で全能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 なんなら全能全能いました。さあこれでまあ打点は揃った。めちゃ疲れる。シールドないのまた今度フェアリーさんが同じようなことやってくるってこと。うそうです。次はフェアリーさんが受ける番組。何このゲーム。なんならこれ禁断解放でよくないですか。これあ山札が。そうか、山札ペラプラスよこれ。はいはいはい。いろいろある本当に。何かで何あじゃあここで冷静に対戦だよ。外したのか、危ない。アドレナリンがラス1が気持ちのせいで、もう気持ちのせいで掴んで、ここでラッキーだともう打てないからシールドがないので、もう多分盤面で何かしないといけなくて、なんか有効な手があるかどうかですかね。ランダルダ、ランダルダが確かにある。ニャンコは何コストでしたっけ。ニャンコは下が15コストかな。重たクリーチャー面が13で呪文15なので打てないです。さすがに届かなそう。あの2番組時にジェイトルネードで、はい、ジェイトルネード懐かしいですね。ジェイトルネードで2体戻して戻した数コストを合計ないように呪文打てるという、はい、ガードホール打ってガードホール、はいはいはい、ディアボロス対象にしてディアボロスをブロッカーボルグサンダーそっち。あボルグサンダーなるほど。レッツゴーボルグサンダー返し。あこっちはニャンコがないからもしかしたら。そうですね。これ下手すると便座便座1枚目便座からこれはボルグサンダーがやばい。山札を削り切ってしまうか。やばい。あこれは便座がない。ちょっと待って待って。まだ結構ある結構ある。いや結構ない結構やばいやばい全然ない。やばい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 させさせやばいさせ。ちょっと待って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 。ここわあ、これは山本削り切り、ジャーキーの勝利。ありがとうございました。これは。ああ。というね、素晴らしい熱戦を繰り広げた、そして見事勝利しましたジャッキーさんからお話を伺いたいと思います。はい。ジャッキーさん。はい。
秘密兵器炸裂しましたよ、にゃんこ法。にゃんこなんですよ、時代は。時代はにゃんこ。にゃんこなんですよね。いやでもまずあれがねなかったら負けてましたね、多分ボルグでね、はい、まあ負けかねないというか。でもあれボルグ3枚やってもダメじゃないですか。ダメそうですね。なんだよ。でもしかでもそこをねしっかり読み切ったこの同型でやっぱボルグが大事になるってのは結構睨んでたんですか。そうですね、ボルグサンダーやっぱ普通のこっちかとベンド4枚しかないんで。なるほどなるほど、まあ、即死なんですよね。だ本当はお互いのミラーだったらそこは重要になるんだけど、まあ、そこは構築でケアしてきたと、うん、そうですね。いやとんでもないデッキ持ち込んで、ね、いや見事お見事でした本当に。ありがとうございます。一方フェアリーさん、はい、惜しくも負けてしまいましたが、いやあの僕今日の朝彼にニャンコを貸したんですよ。フェアリーさんの顔なんだあれ。いやー忘れてこればよかった。マジでなんで持ってんだそれそれ。いやでもフェアリーさんもね本当に見事でした。はい、あのロマノフホールからのディアボロスからラストストームで、いやそうですね、勝つかなと思ったけどまさかニャンコ法にちょっと阻まれ。いやニャンコっすよやっぱ。ニャンコっすね、時代は。時代はマジでニャンコが作ります。いや作りましたね。でも本当に見事でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやということで改めてねまたドッツバイランスにもお話伺いたいですけど、いかがでした今の勝負。いやまあフェアリーさんね昔ね、うん、フェアプロジェとかね、はい、ニャンコ使ってた記憶があるんですけど、結構なんなら使ってましたね。使ってたと思うながらね、愛が足りなかったな。愛が足りなかったと、入れてやればこんなことにはならなかったのに。あーいやいやいや、でもすごい久々にでもボルグがね山形削ってちょっとテンション上がっちゃいましたね。ボルグさんと楽しいですね、だいぶ久しぶりに見た。こう楽しい、あの2枚2枚っつって。あーヤーチューさんいかがでした。いや僕ニャンコがトコシエとか、うん、はい、セガーレメタになるっていうのを聞いてたんですけど、あーはいはい、ボルグサンダーメタは聞いてない。計らずに。いやすごかったですね確かに。でもまあでもトップメタですもんね、いわゆるダースデリートも。そうですね、まあ、セガーレとか使うデッキもそこに見事にさせてくるという本当ジャッキーさんらしいアイデアあふれるというか素晴らしい勝負でした。はい、ということで熱戦続いております電動ゼロ決定戦ですが、まだまだねこの後も熱い対戦続きますので、ぜひ今のうちチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そして次の対戦の組み合わせはこちらです。はい、ということで次の対戦ですがスバイランスさんとアーチーさんということになりましたが、どうですかスバイランスさん。僕はゼロン使うって宣言してたんで。そうですね、まだあのチートなんでね。で、はい、さっきちらっと見てたらゼロンあったんで、うん、いやゼロンミラーゼロンミラーかーってちょっとなってます。なるほど、はい、あ、ちょっといかがですか。僕はちょ GP のフィーチャーマッチとか、はい、全国大会で結構いいところでツバイさんと当たること多いんですよね。はいはい、なんでこの前フィーチャーで勝ったんで、まあ、今回もやってやりたいと思います。あー、もう流れは来てると。来てます。なるほど、ありがとうございます。というわけでね、次の対戦もこの2人が激突するというね、見逃せない展開になっておりますので、ぜひね次回の動画もご覧ください。今回の動画はこれで終了でございます。また次回の動画でお会いしましょう。ジュエルマスターズ、バイバーイ。どうも、今美香です。なちゃんです。ということで今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらデュエチューブ T シャツ。デュエチューブのロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、デュエチューブスポーツタオル。こちら思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい、デュエチューブのロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれ。上カラーです。そしてこちらデュエチューブプレマット。はい、はい、こちらですね、沖瀬先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちらじゃん、デュエチューブスリーブ。ーこちら64枚入りになっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様にこちらじゃん、デュエチューブステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちらデュエチューブステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。はい、ということでデュエチューブショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。